お宝。死んだ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、とりあえずあれよね、ストーリーを進めるにはダンのレベルを上げんといかんはず。頑張りましょう。ザクザクです。これ一応ね、あの派遣から帰ってきた子たちがね、またお宝を持ち帰ってくれとったけん、なんかラーの鏡じゃなくてウーの鏡ってやつ持ち帰っとった。今日はどこでお宝探しする。さあ、それじゃあ今回どこ行こっかな。え、これ何？なんかマーク出とるやん。あれ何のマーク？何かしらクエストかな。派遣クエストなんか発生したっけ？ちょっと待って。クエスト。あ、派遣クエストでお宝いただき、クフィ砂漠島。帰ってきた第一発見隊から暁組の野営を見つけたと報告を受けた。ふんふんふん。で、宝石系の敵、デイリア氷雪島。帰ってきた第二派遣隊から宝石系モンスターを見つけたと報告を受けた。早く駆けつければ変わったお宝を持つという宝石系のモンスターと出会えそうだ。え、めっちゃ行きたい。宝石系の敵。え、まだ会ったことないよね。テイリア氷雪島。ふんふんふん。え、これ行こうや。これ行こう。はい、行きます。テイリア氷雪島ね。今日はどこでお宝探しするブ？どの辺やろ。どの辺かわからんけど、まあとりあえず行こうか。はい、行きます。エキボットを見つけてください。停留氷雪島はまだ全部開放できてないんか。あ、先に場所見とけばよかったね。また遠かったりとかしたらさ、そっちの駅に向かうのに。地図の見方を忘れるところやった。めっちゃ遠いやん。超遠いやん。ここはまだ解放されてないってことか。ということはここだな。氷河の駅、そこに向かえばいいか。とりあえずそっちに飛ぼう。上から飛んだ方が近かったりとかあった？いや、大丈夫そうか。行こう行こう。宝石系の敵やってめちゃくちゃ気になるんやけど、どんな感じかな。え、宝石系は何？お金がいっぱい集まる感じ？うぃー。あの、メタル系、うぃー。やめてよ。めっちゃ攻撃されるんですけど。メタル系とかやったらさ、あの経験値が多いやん。宝石系は一緒？あ、結構近いぞ。何？なんか、え、なんか今さ、めちゃくちゃ、お宝が近いっぽいな。めっちゃなんかアピールしてきたよね。この辺？どこだよ。ちょい待って。こっちか。ふんふんふん。こっちこっち。すぐ近くのようだ。この辺かな？お？お？何？どこ？どこだよ。この辺か。いや、なんかちょっと遠くなったね。この辺、下かな。待って、すぐ上がれるね。よし。おー、降りてすぐ。ね、待って、ちょっとそこのアクアトラップをどうにか攻撃してこないように。オッケーオッケーオッケー。イエーイ。何今の剣？でもなんか俺取りそうな感じの剣やったけど。さあ向かいますか。とりあえずさ、乗せて。乗せて乗せて。おーっと、びっくり。あ、あれか。え、レベル30結構高いね。こいつらや、こいつらや、こいつらや。なんかお宝マークついとる、頭上に。
この2体こう、あ、落としたよ。ちょ、待って長押しなんね。はい、え、中身なんなん、全くわからんねえけど、中身は何、帰らんとわからんのかな。え、なんか銀色の宝箱めっちゃある。あっち側にもある。じゃあ集めて帰ろう。なんかこんな感じで中身わかるんかと思ったけど、お宝を手に入れただけで終わったよね。周りにさっきからホワイトパンサーめちゃくちゃうろつき、うわー、やめてね攻撃しないで。え、さっきのお宝もこの左上のところに換算されとんか。あの二つ目の金色の宝箱がそうってこと？なんか金色なんや。お腹入れる？入れねえ。入れねえ。地面に潜るタイプの探索連携を使えば通り抜けられそうだ。あ、潜るってそういうとこで使うんや。なるほどね。あ、そっかそっか。たまになんか、若干狭くて入れんなって思うとこがあるんやけど、そういうとこに使うってことなんや。今初めて知った。え、どっか近くにさ、なんかみんな寝だしたね。あ、夜になったんや。わざわざ起こさないで。217、あの辺が一番近いか？この中では。よっしゃ、行こう行こう。一応ね、近くのところ、近くでクエストがあるなら、ちょっとそれをちょっとずつ潰していこう。え、なに、どこ？ん？なんか今、お宝、どこですか？どこだよ。なんかキラーンって音だけ聞こえたけど。え？この上ってことかな？いけねえ。下ろしてくれ。は、この辺？え？全然違うな。あっちか。え？下？こっち。なんかこの辺？え？全くわからねえ。全くわからねえし、なんかホワイトパンサー起こした。まあいいや、進もう。進もう。あそこや。あれは話したことあるかな？あ、でもここの駅、まだ開放してないとこや。あ、駅ボットやん。ってことはまだ話もしたことない。来たことない駅ってことやね。駅ボットが求めるものを渡せば駅を復旧できそうだ。あ、水中花の蜜渡せる。よしよし。いや、話したことないことはないんか、別に。クイーンスライムを駅員として紹介しよう。ふんふん。で、ブラドクォーツ。ブラドクォーツはまだね、ちょっと持ってないんだな。クイーンスライムこの辺におるってことかな。もう一個のあの、若干近そうな、160ぐらいのとこなっこ行こう。ほっ。この辺ならピョンって自分で行けるかと。うん、なに？ライバル団の気配を感じる？え？なに？近くに？テリア氷雪島にもあるんやっけ？あ、ライバル団接近中ってなっとる。超トゲトゲ団。敵単体に突属性の大ダメージを与える弾。要はこの辺に、まあ、相手の、基地的なところがあるってことが。え、ここ登れる？絶対登れん気がするな。なんか登れなさそうよね。やめとこう。ライバル団接近中。え、移動しよるってこと？絶対登れんな、この辺。え、どこら辺から登れる？スイーって言った。え、なんか登れそうなところ。あ、こっちから回っていけるんかな？あ、回っていけないな。でもここならなんかジャンプして登れる気がする。よっ。この辺から。よいしょー。あ、あそこに、風船があるぞ。最近ちょっと風船あんまり見かけになってきたけんな。え、なに？
ライバル団接近中。怖いって。びっくりした。君敵かと思ったよ。え、なんなの、移動してるのライバル団って。なんか近くにとどまっとるとかじゃなくて、接近しようのこっちじゃない。あった、お宝やった。金の宝箱3つ目や。大量やね。ちょっとしないように気をつけて帰ろう。値打ち物だな。ハンマーや、ハンマー。上は上がれなさそうだな。絶対上がれんな。こっちから回っていけそう。おー、結構。ちょ、待ってよ。頼んだぜ。とりあえず、はい。乗ってからの。ライバル団、おお、ライバル団襲来。ライバル団が お宝を狙って現れた。長い時間お宝を運んでいるとライバル団が現れるぞ。落としたお宝があると敵に拾われて逃げられてしまうので、奪われないように素早くやっつけよう。へえー、初めてのパターンやね。なんか何、敵の拠点に行って滅ぼしたりとかはあったけど、襲ってくるパターン初めてじゃない。そういうのもあるんすね。ねえ、どれがさ、え、こいつらだっけ。周りのアクアトラップは違うんか。お、神田タコ分コインゲットした。なんかこっちの段にさ吸収することはできんの。そういうことはないんか。え、あれ一体どこなの。なんかよくわからないんだが。え、私も体力やばくない。とりあえずちょっと、よいしょ。あ、あそこにも風船あるやん。お、そして宝箱。え、てか全体的に体力やばくない？そんなにやられた今。強ヒャド弾、敵単体に氷結属性の大ダメージを与える弾。あ、ここなら自分で、いけるな。あそこの風船を割りたい。この辺から狙えるか。は、よし。んで、なんか結構さ、あっちの下の方じゃない？マーク。とりあえずここを越えていこうか。いよ、あれ。全然越えれねえ。で、この辺ちょっと、あれ、登れないの？自分で登れるぐらいの感じかなって思ったけど、全然やった。え？こっちからちょっと回っ、あ、待ってくれ。銀色の宝箱があった。今回めちゃくちゃ集めるな。一回ぐらいね。あ、でもあれか。ん？これ何？今のは、武器？像？わからん。てかお宝埋まりすぎやろ。めちゃくちゃその辺にいっぱい埋まっとるやん。うぅ、びっくり。ってことはこの辺にお宝があるんすね。こっちかな。あ、あの辺とかありそう。ね、この辺ありそうな気がする。ほらー、ギリギリだな。こわ、落ちたら終わりやん。イエーイ。あ、象や。え、誰の象やろう。結構なんかシルエット的にさ、めっちゃ子供っぽい感じのシルエットじゃなかった？あんまりこうスラッとした感じではなかったよね。まあ、作品にもよるかもしれんけど。大人でもそういうデザインのやつとかもあるけんね。え、マジでさ、どこなん？で、あそこに銀色の宝箱があるんやけど、結構下だな、あれ。あ、でもなんかすぐそこに、すぐそこにもう一個の、なんかクエストがあるっぽい感じがする。じゃあ、あっち行こう。なんか強そう。大丈夫か？大丈夫じゃないから手を出さないで。大丈夫じゃないので手を出さないで。なんかこの辺じゃない？何？なんとお宝ダンジョンに続く旅の扉が現れた。あ、そういうこと？なるほど。じゃ、これ行こっか。ちょっとなんか一人体力があれやけど、
おい戦闘やめろよちょっと一人体力があれやけど、ちょ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 い、行こう行こう。運び中のお宝がいっぱいだ。この中に入ってもお宝を持ち帰れないので整理して挑戦しよう。あ、本当やいっぱいやん。いつの間になんかいっぱいになってたんだが。じゃあ一応あっち側のもちょっと行ってみようかな。行けるかな。いや、こっちはダメなんやね。ちょいと待ってくれ。お、こっちから回ってったらいけるかな。ライバルだに目をつけられた。アイスゴーレムだらけで怖いんだが、あっちからぐるっと回っていけるかな。ちょ、ダッシュダッシュなんか急にあぐらかいて座りだした。みんなやられないで。金色の宝箱はこの辺にあるっぽいけど、もう持ってない。いってってって。どの辺かな。あ、待って、ここに焚き火があるぞ。ちょ、一旦下ろして回復しよう。疲れた。なんか今回めちゃくちゃ大冒険って感じやね。てかマークどこなんだ。もうなんかどこかよくわからなくなってきたんだけども。数字がなくなった。あ、あれや。距離の数字がちょっと見えづらくなった。はい、ダッシュダッシュ。なんか強そう。あれ、キングスライム埋まっとるやん、絶対。ライバル団の気配を感じる。お、近いか？でもあれやっけ？あれ違うな。こっちやんね。あの40のやつ。あそこか。じゃ、こっからさ、降りてけばいいんじゃない？何があるんやろ。あ、石碑ってこと？そうかもしれない。あの石碑かな。ああ、お宝を狙われてるブー。よっ。うわ。サタンジェネラルとかおるやん。よ、石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかしマヤには読むことができなかった。ブブ、アネモア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。竜の大地には体を宝石に覆われたモンスターたちが存在する。今日戦ったやつじゃない。彼らはモンスターそのものが宝とかした姿であり、倒すことができれば結晶化した宝を手に入れられるだろう。おお、もうすでにテラーザだけの石碑。イエーイ、クリアしたぜ。こいつぐらいならやっつけれるような気がしなくもない。やっつけてみよう。やっつけて、あの、スカウトして帰れんかな。ててお宝。死んだー。おい、くっそ、目の前に光るお宝がたくさん。なんてことだよ。思った以上に強かったんですが。リトライしましょう。はい。きっちりやっつけて、お宝も持ち帰る。ちょ、ロマンゲージ早く溜まってくれんかな。ロマンゲージが溜まった。ロマンゲージ溜まった。よいしょ、行け。キラー台風。どの技が効くんかいまいちわからんけんな。あ、ルーカスがやられそう。あー、なんてことだよ。やめてくれよ。危険だ危険だ危険だ。とりあえずお宝だけ拾って帰ろうかな。いや、でもな、石碑を読みたいよ。石碑は読みたいよ。もう持てないだと。ちょ、待って、あの、回復を。仲間を復活だブ。あとちょっとやん。お宝を落としたブ。ちょ、待って、みんな復活してくれ。
か。ロマンゲージが溜まった分。ロマンゲージ溜まった。はい、行け。大丈夫、拾われていかない。目の前に押して取ったら大丈夫。アースブレイカー、あとちょっとでやっつけれそう。お宝を拾う。何？ブブ、勝ててよかったブ。やっつけた後宝箱が落っこちたのが見えたんだけど、どこに行ったブ？え、何？なんかストーリー始まったんだけど。あ、サタンジェネラル、なんかストーリーに関係あるキャラやった？お宝ゲット。なんか、え、そうなの？モンスターをやっつけに来たら宝箱が転がってたんで飽きさせてもらったぜ。やっつけたのはそっちだが、お宝を手に入れたのは俺様だ。俺様の勝ちだ。よって今回の勝負は俺様の勝ちだ。あ、サタンジェネラル、そっか、ニャホスのクエストや。サタンジェネラルって言ったね。こいつか。あ、全然何も考えずに倒しよった。石碑の方しか考えてなかったわ。マイハニーには礼をするから、いつもの場所の厚木大地の駅に来てくれ。あ、まあでもじゃあよかったね。二つクエストクリアできて。なるほどなるほど、まさかだな。じゃあちゃんと拾っとこう。はいはい、全部拾って帰ろう。で、これで一旦帰って、あ、違う、それから厚木大地の駅に出発すればいいよね。オッケーオッケー。どんなお宝かな。いやー、ザックザクやね。おー、あ、これがあれか。これは見たことない。踊り子の服オブジェ、これがあの宝石系モンスターのやつやろ。なんか宝石入れてきてそうやし。ある民族が踊りを見せるときに着る伝統的な衣装を宝石で再現した芸術品。すごいやん。96万。で、初めての。ウォーハンマー、お、108万。精錬された鉄で作られた戦闘用のハンマー。おー、いいやんいいやん。これセブンの時のよね。レジェンド、主人公の像、セブンやセブン。おー、え、これ、え、待って、600万。漁村生まれの冒険心あふれる少年の像。漁村生まれ、フィッシュベルやっけ。やったぜ。儀式の備え物、6万。伝説の悪魔を呼び出す怪しげな儀式の備え物。これは大モンスターマスターの像その2。モンスターマスター、ジョーカーってこと。孤島でモンスターと共に冒険する少年の像。なんかねったっけ、ドラクエモンスターズの1とかこんな感じじゃなかった？違ったかな。なんかこんな感じのキャラやった気がする。90万。うわ、今回全体的にやばいね。めっちゃやね。破壊石の剣、破壊石、あ、破壊石であっとんや。18万。地獄の悪魔が人間界の憎しみを集めて作り出したとされる幻の邪剣の偽物。まるで破壊石のような不気味さがあるという。いばらの鞭、52万じゃない、52,000。いばらの鶴をそのまま使った鞭。あ、かわいい、スラミの像。え、めっちゃかわいいんですけど。14万。リボンがおしゃれなスライムの像、スラリンの妹らしい。え、めっちゃかわいい。え、やばいね、あの宝石でできた踊り子の服、傷ありなんや。傷ありであの値段、やばいね。160万。ひえー、である、天下一品。え、1000万超えたよ。今のボーナスついて、あの1個で。
やばい、もう何回も桁見間違えたかと思ったよ。もういけたんじゃないこれ、ランクアップ。やりましたね。ほらほらほら、1億突破やって、イエーイ、ランクアップ。ランク8ベテランお宝ハンターだ。ランクが上がりましたね。おー、あ、かすめ取る数とかも変わるんや、お宝の。へー、やばいね、すごいね。すごすぎるね。おー、だいぶにぎやかだな。てかだいぶお宝で溢れてるな、確実に。うわ。これはこれでなんかもうちょっとちゃんと整理できんもんかな。アイノダンがゴージャスになった、ゴージャスになったっていうん、これ。でも宝の山を宝の山としてそのままゴンって置いとるんじゃなくて、もうちょっとなんか綺麗な感じにしてほしかったな。なんかはい狙ってくださいっていう感じがすごいけど、おめでとうございます。マヤさんの段がまた大きくなりました。おお、そうです、竜玉の迷宮で発掘作業中の親方さんから連絡がありました。お、さらに見つかったか。地下に行ってみてください。地下へと続く階段が見つかったそうです。すぐにそちらへ行ってみてください。前は竜玉の迷宮の発掘現場へ向かった。お、勝手に連れてかれた。